종전 70년을 맞아 일본의 전쟁 책임에 대해 시선이 집중되고 있다. 미국 사회에서도 일본군 위안부 문제에 대한 일본 정부의 의지가 시험대에 올랐다. 위안부 문제에 대해서는 진심발반의 시대となって 施設に尽くしがたい 思いをされた方々のことを思うと今でも私は胸が痛います。 위안부 문제의 핵심인 일본군의 관여와 강제성에 대해서는 회피하는 발언이었다. 태평양 전쟁의 가해자와 피해자를 10년 넘게 만나온 야마모토 무네스케 씨의 전시가 열리고 있었다. 이날 중국 전선에 참가한 전직 군인이 방문해 위안부 문제에 관한 자신의 체험을 증언했다. 今日も話題に出たけど、慰安問題をね、安倍さんが人身売買とか言ってな、すり替えた。 まあ業者がっていう意味ですね、安倍首相が言ってるのは。それはね、軍関与を薄めるいうか隠すための言葉で、人身売買なんかはたんまに出てくることはです。軍が一番先にさして、慰安婦制度いうのを作ったんですよ。施設を作るのに。 軍関与でなくとなかったらできません。事実僕が中国の最前線で、おったんですけどね、もうあこは2、3年ぐらい退治、それから24時間敵対、24時間退治してる。それから、今の性処理いうのはね、することができるのさ、後方のあの、まあ、技法のさ、技師を言う財前で、その陣地まで、作ったんですよ。アンプラ言うて、仮住まいを作ってね。で、何人か、10人余りはおったと思います。それは朝鮮人の女性ですか？もちろん。あの頃も前線の慰安婦だ、朝鮮人、現地人。 現地人がほとんど少ない、ほとんど朝鮮人だ。それは仮の慰安所を作って、そこに後方からわざわざ僕ら24時間退治やから、いつ弾とか砲弾が落ちてくるかわからんとこへ、全然後方に兵の派遣口ができん若い者をあれするために。 이번 전시회는 최근 일본에서 벌어지고 있는 과거 역사 부정과 군국주의화 움직임에 대한 저항 차원에서 기획되었다. 전시회는 전쟁이 낳은 수많은 민간인 피해자뿐 아니라 전쟁에 적극 가담한 전범까지 포함돼 있었다. 이 가운데 사람들의 시선은 일본군 위안부에 집중됐다. 戦争中のいろんな体験者の取材をしないといけないなと思うようになった。それで沖縄戦を取材して、それから日中戦争の兵隊の人とか。 東京大空襲の被害者の人とか、で遅くはなったんですけど、韓国の日本軍の性奴隷に刺された春森の人とか、フィリピンのやはり性奴隷被害者の人とか、そういうふうにこう取材を広げていったんです。朝鮮半島の 야마모토 씨는 최근 일본 정부가 위안부 문제에 대해 발뺌하는 것에 대해 무척 분노했다. 오래전부터 자신이 취재해온 사실과는 전혀 다른 역사 왜곡이었기 때문이다. 그는 위안부의 강제 연행이 일본군 차원에서 이루어지고 조직적인 관리 감독까지 이루어졌음을 입증하고자 했다. 네, 고치라 이 옥손산. 나눔의 집에서 생활している 1人の方です.
で、この方の腕に刀傷があったり、いろいろなんですけど、要するに無理やり慰安所に連れて行かれて、本人は拒否して逃げようとするんですね、何度も。でもその度に日本の軍人に刀で痛めつけられたり、つま先をね、切られたり、つまり逃げようがない。 ところに押しとどめられるんですね。ですからこれは性奴隷被害者以外の何者でもないです。本人が逃げたくても逃げられない。逃げたら恐らく殺されてしまう。 진실은 왜곡되어 가지만 여기에 맞서 진실을 증언해 줄 사람들은 점점 사라지고 있다. 전체적인戦争の流れとその加害者の証言と 被害者としての証言と、中高年の人だけじゃなくて、やはり若い世代、戦後までの世代に知ってもらう、そのきっかけにしたい。つまり、この写真展によって、今、日本の政府が向かっている方向がいかに愚かで間違っているか。 ということに 気づいてほしい という気持ちが僕の中にあるからなんですね。그러나 전쟁은 잊혀지고 있다. 지난해 아사히 신문은 자사가 보도한 위안부 관련 기사를 모두 검증한 뒤 기자회견을 가졌다. 아사히 신문은 8월 5일 付の 朝刊の 특集 위안부 문제를 考える 中で 한국 最終党で 위안부를 強制連行したとする個人ですが、吉田誠二氏の証言に基づく記事について、証言は虚偽と判断して取り消しました。 아사히 신문의 기사 취소를 계기로 일본 보수 우익의 대대적인 공격이 시작됐다. 그동안 아사히 신문이 역사를 왜곡한 기사를 냈다는 것이다. 이와 함께 일본 내 양심적인 지식인에 대한 보수 우익의 공격도 더욱 강화됐다. 우익 성향의 월간지 세이로는 아사히 신문의 위안부 기사 취소와 관련한 특별호를 냈다. 위안부 문제는 반일주의자들의 모략과 왜곡에 불과하다는 주장이었다. 일본의 양심에 대한 공격이었다. 일본 최초로 위안부 문제를 보도한 기자를 인신공격하는 기사도 나왔다. 위안부가 일본군에 의해 강제 동원되었다고 기사를 날조했다는 내용이었다. 보수 우익 언론들의 잇따른 보도와 항의 전화 등의 불안감을 느낀 대학은 예정됐던 우에무라 씨의 교수 임용을 취소했다. 우에무라 씨는 굴하지 않고 진실을 위한 싸움을 선택했다. 자신에 대한 근거 없는 인신 비방을 퍼부은 휴간 분신 등을 상대로 명예훼손 소송을 제기한 것이다. 역사의 어두운 부분을 응시하려는 사람을 공격해 길을 꺾으려는 세력이 일본에 있다면 거기에 굴하지 않고 맞서 싸우겠다는 각오였다. 우에무라 씨가 도쿄 지방법원에 제출한 소송은 휴간 분신과 해당 기사를 쓴 보수 논객을 상대로 문제의 기사를 삭제하라는 것이었다. 또 지면을 통해 공식 사과할 것, 그리고 총 1,650만 엔을 보상하라는 내용이었다. 무엇보다 소송의 쟁점은 일본군 위안부 문제를 다룬 우에무라 씨의 기사에 왜곡이나 날조가 있었는지에 대한 여부였다. 당시 아사히 신문 오사카 본부 사회부 기자였던 그는 김학순 할머니의 증언 기록과 한국정신대 문제대책협의회 취재를 통해 이 기사를 작성했다.
方です、うん、私のこの記事について朝日新聞はもちろん私の勤めている会社ですから私の記事を調査して去年の8月にですね上村の記事には捏造はないと、はい、事実のねじ曲げないということで発表したんですが上村氏의소송에는뜻을같이하는일본의양심적인지식인들이함께힘을모았다일본전국에서438명의변호사가함께했다그의재판을지원하는우에무라응원단도만들어졌다우에무라개인의명예뿐아니라일본의진실한역사까지도걸려있는중요한재판이기때문이었다이마다니私を捏造記者ということで激しいバッシングが続いているんですだから言論対言論だけではストップできないそのために司法の場できちんと決着をつけて上村が捏造記者じゃない上村が捏造記者じゃないということを司法の場で証明してもらいたい司法の場で決まるとですねこれは新聞を読まない人テレビを見ない人でも分かりますからねあ、捏造って書いたらもうこんな風に損害賠償されてやられるんだこれは大きいです보수우익의협박은계속됐다그들은우에무라를국적즉국가의도적으로비난했고심지어딸에대한협박도서슴지않았다私が勤務する札幌の北西学園大学の学長宛てに私でも脅迫状が送られてきました私を雇っていることを理由にですね、入試の際に受験生や教職員に危害を加えるというふうな脅迫それだけではなくてですね脅迫状の中には私の名前だけでなく私の娘の名前まで書かれていました貴殿らは我々の度重なる警告にもかかわらず国賊である上村隆氏の雇用継続を決定したこの決定は国賊である上村隆氏による悪辣な捏造行為を肯定するものだつまり私の記事を捏造と攻撃している人々がですね再び脅迫しているわけですね北西学園大学は私を再雇用今年度も継続雇用するということに対してそして娘の名前を挙げた後にですねこんなことを書かれていました必ず殺す何年かかっても殺す、どこへ逃げても殺す、絶対に殺す。記사의진실성여부와상관없이그기사가단지우경화되는일본의흐름에거스른다는이유만으로자행되는일본우익들의공격우에무라씨는이비열한공격을막기위해서라도법원이올바르게판단해야한다고생각한다위안부강제동원에일본군이직접관여했다는자료가나왔다1992년1월일본방위청방위연구소도서관에서일본군이위안소설치에직접관여한공문서6점이발견된것이다이를계기로일본정부는위안소의설치와운영감독에군과정부가관여했다고공식인정했다위안부관련공문서를찾아내서고노담화를끌어낸연구자는일본사를전공하는유시미유시아키교수였다그는현재위안부문제를다룬그의연구결과가날조되었다는우익정치인들의주장에맞서소송을진행중이다자신이찾은자료를통해일본군위안부문제의본질을규명하겠다는것이다위안부の方の証言があるということも聞いております証言を裏付ける合理性に疑問があったということも言っています고노담화도정치적인타협에불과하다고의미를평가절하했습니다반면오키나와미군에게이자리에함께한일본유신회소속우익정치인은요시미교수를지목했다点について少しコメントいたしますその紹介の橋本市長を紹介するコメントの中で彼はセックススレイバリーという言葉を使われましたこれは日本政府としては強制性がないと
いうこと、その証拠がないということを言っておりますので、そのような言葉を紹介の際に使われるのは、やアンフェアではないかと考えております。それからヒストリーブックスということで、吉見さんという方の本を引用されておりましたけれども、これはすでに捏造であるということが、いろんな証拠によって明らかとされております。この点も付け加えてコメントしておきます。僕のヤフに関する本は捏造であって、しかも捏造の証拠はいろいろあるという趣旨の発言をしたわけですね。で、自分の研究が捏造であるということになれば、それは研究者の生命が失われますので、それは違うでしょう。で、それは僕に対する、名誉毀損、なので、その発言を取り消して謝罪し、損害賠償をしなさいということを請求する裁判を起こしたということですね。吉見교수의명예훼손재판또한우에무라씨의재판과함께일본군위안부의진실을재조명하는계기가되고있다일본의지식인들은진실을지키기위한싸움을멈추지않고있다본인증문또한달증문가오고나왔습니다まあ桜地さんはいろいろ言い逃れをしているんですが弁解をしていましたけれども問い詰められてですねさすがに無理それは無理だということが非常にはっきり分かったとだからもう一つは慰安婦制度は奴隷制度であるということは捏造であるというふうに言ってるんですがその捏造であるという証拠は一つも示すことができなかったわけでこれはかなりダメージになります1991년김학순할머니의증언을계기로일본군위안부피해여성들을만난이토다카시그는한국곳곳을돌며위안부피해자들을꾸준히만나증언을들었다위안부문제가공론화되기전인취재초기할머니들로부터욕을먹기도했던그는이후한국을넘어북한과필리핀까지취재범위를넓혔다신타루장카노즈가お姉さんと一緒に日本兵によってちょうどこの場所からねこの場所から連行されたんですここでヨモギを2人でお姉さんと一緒に積んでいて後ろから日本兵に羽交い締めになってトラックに乗せられて台湾へ連れて行かれたっていうねもう典型的なその暴力的なね強制連行の被害者なんですよその日本で強制連行なかったっていうねこれはもう何度も何度もそういう話が出るんで、その時にやっぱり彼女こそもう典型的なその強制連行による、被害者の典型だと思ってで彼女に改めてその話を聞きに行ったんだけど彼女は自分のその台湾での慰安所の過酷な経験によって記憶の一部がね失われていたんだけどもで自分が住んでた場所もわからないということだったんだけどでずっとそのいろんな人に聞いて回って、まあ、これなんかその昔からそこへ住んでるというおじいさんと話をしてたらそういえば昔その娘が2人で、兄弟姉妹が連れて行かれたという話知ってるよという、まあ、そういった証人がいたりしてねでそれでそういった証言をもとに自分の住んでた家を見つけ出したんです、うん、で建物はちょっと変わってるんだけど井戸はね、うん、自分が暮らしていた時の井戸と全く同じだったんですよでそれで自分のかつて住んでいた家が分かってでそれでそこからちょっと歩いたところにある自分の、連行された場所を、まあ、見つけ出したというね、うんこの その時のね、映像なんですけどもね。최초로자신이일본군위안부피해자였음을증언한김학순할머니14살의나이에남태평양팔라우섬으로까지강제로끌려갔던강순의할머니16살때꾀임에넘어가강제로일본군위안부가되어야했던이용녀할머니남북한을두루오갔던이토씨는북한에서도14명의위안부할머니들을만나서인터뷰를진행했다대부분의위안부할머니들은
처음에는 자신의 치욕스러운 과거를 꺼내지 않으려 했다고 한다. 그러나 시간이 흐르면서 가까워지자 할머니들은 이토 씨에게 자신들이 겪었던 일들을 숨김없이 털어놓았다. 과거 일본이 어떤 범죄를 저질렀는지 그리고 자신들이 지금 어떤 상처를 갖고 있는지에 대해. 그때 語ってもらった話をかなりの人たちがもう亡くなってしまってるんだけれども、それはね、やはりある意味では私に託されたか彼女たちの遺言じゃないかなと。で、必死の思いでその私にその辛い体験を語ってくれたっていうのはね、やっぱり彼女たちから私が託された言葉、そのように思って、それをもう一度ね、 日本社会に私がきちっとその彼女たちの証言を出していくというね、それがやっぱり必要じゃないかなというね、強く思ったんですよね。で、これは92年のね、日本の集会、国際集会でのね、一場面なんだけども、北朝鮮から来たハルモニーが壇上でその証言をしてたんだけども、それを聞いてたキム・ハクスンさんが、 その彼女がいた慰安所はひょっとしたら自分が連れて行かれた場所と同じじゃないかと思ったんですよ。北朝鮮からの女性の証言を終わるのを待ってて、でそしてすぐに壇上に飛び上がって、それで今このあなたのいた慰安所は私のいたところと一緒じゃないかっていうような話をね、これしてるところなんですよね。 で、その時に韓国から来た他のハルモニーたちもね、一緒にその舞台に上がって、本当にこうやって抱き合うというね、もう本当に感動的な場面がね、あったんです。 오랫동안 한국을 포함해 아시아 전역에 걸쳐 일본군 위안부의 참상을 인터뷰와 사진을 통해 기록해온 이토 씨는 이 가운데 남과 북의 위안부 할머니들만 새롭게 편집해 지난해 책으로 묶어냈다. 大阪の橋本市長の発言であるとか、NHKのね、茂木会長の発言なんかに非常にそういう具体的なことがあって、で実際に彼女たちがその受けたことをね、きちっと出す、その文字通り彼女たちはその自らの意思に反して 強制的に連れて行かれたっていうのはね、これはもう明らかな事実なわけですよね。だからやっぱりその事実を、これは本当は実際に彼女たちが自ら語る方がまあいいわけだけれども、まあそれがまあ難しい。だけども私にはきちっとね、その時の詳細な話をしてくれてるので、でそれをやはりもう一度こういった形で、 その、やっぱり出版をしようというようにね、考えたわけですよね。 2015년 6월 일본에서는 나눔의 집 할머니들의 삶을 담은 영화가 개봉될 예정이다. 나눔의 집 옆에 방을 얻어 생활하면서 할머니들의 일상을 영상으로 담아온 도이 감독. 그는 일상의 희노애락 속에 숨어 있는 할머니들의 기억을 기록하고자 했다. 전쟁 속에서 일본이 받은 피해보다 일본이 상대 국가에게 가한 상처를 먼저 들여다보자는 취지였다. こちらに部屋がありますよ。これは台所だしね。これはこれは台所。ここに住んでたの？小さいハウス、こちらに。これで1994年、もうちょうど20年になるね。それで夏にじゃあ斜め行ってみようということで行ったんですね。で行ってみて、僕自身が
初めてそういうハルモニたちと出会うんだけど、僕自身がすごいショックを受けたんですね。で、다큐멘터리는나눔의집에살고있는할머니들의일상의흐름속에서할머니들의기억의끈을따라간다미처군인들이이거이렇게매에나가잖아이거매할새없이문열고또들어오는거야군인이그럴때는어떻게살았어영적으로여주군이네그말뭐지별할소리때론다투고때론사소한것에만족하는모습그대로를담았다시간은7마일시간은7마일위가3마일위에3마일전부다10마일이잖아요그러니까僕は日本人で男性でジャーナリストとでやっぱり僕は彼女たちの体験をきちんと聞きたいと思ったしおそらくハルモニたちもやっぱり日本人に伝えたいという気持ちがあったんだろうと思うねだから本当に彼女たちは辛い体験を僕に語ってくれたしそういう意味では非常に貴重なねドキュメントだと思う。で僕が1994年今から20年前にこれを撮影したっていうのはとっても大きいんですよ意味は大きい。なぜかというと当時まだハルモニたちは60代後半から70代の中まあせいぜい中頃だよね、うんということはね、まだ記憶は鮮明だった。例えば今、ハルモニたちに過去のことを、この映画で聞くようなことを聞こうとしても、なかなかね、記憶の中に、記憶としてね、蘇ってきにくいと思うし、まずハルモニたちが少なくなったしね。胸がね、胸いっぱいです。나눔의집취재에서그에게가장늦게마음의문을연강덕경할머니온몸에아로새겨진참혹한기억은때론침묵으로때론웃음과춤으로그리고때론슬픔과분노로그모습을드러냈다너의직업은뭐야건나는직업이그러면은우리도자존심이있어사어우리조선에도자존심이있다우리나라에서도그렇고우리할머니들도그렇고日本人の一人として僕がやるべきことはそれを具体的にこういうハルモニたちの声を伝えることでいやあなたたちが否定しようとしているハルモニたちは実際存在してたしこういう声を残してるんだっていうことを伝えることがあるいは日本人のジャーナリストとしての責務だと僕は思ってるんですよ。남은것은할머니들의기억의기록뿐도희감독은이제는사라져버린할머니들의목소리를보존하고널리알려이할머니들이지금도역사적존재로여전히살아있음을알리고자한다おそらく彼女が最後に残していった言葉じゃないかなってのは次のをちょっと見てね。日本政府が、저가나중에어떻게됐을현가세큰양심을죄를지었죠죄를짓고죄를받아야지죄를받아야지대끝에먼저노인애들이받는다그런노인애들이그러면안되지한분애심은무슨이유로그래했다그러면서꺾어내싸워야지할머니들의온몸에남아있던기억들이기억을다시금일본사회에뚜렷이각인시키려는일본인들이있다이들은오늘도일본군위안부를기억한다